署名マルコ・ベルナーはドイツのレーシングドライバー、同国のドルトムント出身。マルコ・ベルナーフォーミュラレースでキャリアをスタートさせ、1992年のドイツフォーミュラ参戦試験では、後に F1 ドライバーとなるペドロラミーとタイトルを争いの末シリーズ2位となる。しかし、F1 に参戦するチャンスを獲得することはできず、1993年から、 ドイツツーリングカー選手権に参戦を開始し、オペルアストラで前半第4大会に出場した。1994年からは、ドイツスーパーツーリングカー選手権へと転向した。翌年は BMW で、スポット参戦するに止まったが、1996年は、オペルチームより、オペルベクトラでフル参戦。シリーズ10位となった。1997年は、 ホンダのワークスチームより、ホンダアコードで出場した。ランキング的には振るわなかったものの、ニュルブルクリンクでの第1レースで2位。第2レースでは3位表彰台に上がった。ルマン24時間レースにも2002年に初出場し、ミハイルクルムとフィリップ・ピーターと共に参戦1年目ながら、総合3位を獲得、翌年もクラス2位に入った。2004年も総合3位を獲得し、 2005年は、トム・クリス・テンセンと JJ ・レートとのコンビで、2006と2007年には、フランク・ビエラとエマニュエル・ピロとのコンビで、総合優勝を達成した。また、セブリング12時間レースでも2003年、2005年、2007年に、総合優勝を達成した。2006年の優勝者のベルナー、ピロ、ビエラの手形。アメリカン・ルマンシリーズ・ルマン24時間レースデートな24時間レース。 セーブリング12時間レース、マルコウェルナー、レーシングキャリアプロフィール、ドライバーデータベース、www.driverdb.com2020 年1月9日閲覧、ありがとうございます。